で今日は、この秋の味覚のキノコたちを3種類用意しました。まあ種類は何でもいいんで、別にえのきとかでもいいんですけど、まあこれを手で裂いてまず食べやすい大きさにしていこうと思います。はい、ではこんな感じでほぐし終えましたので、次はフライパンを調理していきます。はい、では今日はたっぷりめのバターを入れていきたいと思います。今回に関してのおすすめはバターかごま油ですね。まあどっちでも美味しくはなります。ではバターが全面に広がったので、このキノコたちをこうガサッと入れてあげましょう。一個飛び出ちゃった。はい、ではだいぶいい感じにこう色がつきましたね。ここまで来ましたら、こちらゆかりちゃんで味付けをしていこうと思います。でこれゆかりを入れるタイミングが早すぎると、ゆかりが焦げて黒っぽくなって美味しくない感じになっちゃうんで、ゆかりを入れるタイミングは最後にしてください。なんなら器に移してからかけるような感じでもいいと思います。はい、ではゆかりがかかって均一になったら、もうこれで焼きすぎないぐらいで完成です。はい、それでは完成。キノコのゆかり和え炒めです。ゆかりを少なめにするとキノコの風味が強くなって、ゆかりを多くすると味が濃くなって美味しいので、お好みの方でやってみてください。